何やってんだろうな。当てどなく逃げ出して結局たどり着いた先がここかよ。まおあつらえ向きか。アッシュ、アッシュさん、よかった、やっぱり無事だったんだね。たく、心配かけさせやがって。てめえら、ランドルフまで。こいつは何の冗談だっつの。アッシュ、君はそれ以上近寄んじゃねえ。一体何しに来やがった。共和国が仕向けた暗殺者、皇帝を撃って戦争の引き金を引いた最悪の売国奴なんぞによ。ですがそれは。そうだよ、悪いのはアッシュじゃないわ。全部その左目に植え付けられてた呪いのせいだったんでしょ。あんたが気に病むことなんて。呪い？植え付けられた？だから何だって言うんだ。誰が何と言おうがあの時引き金を引いたのは俺なんだよ。頭ん中で響く声と湧き上がる衝動に抗えもせず、14年分の恨みを、痛みを、手を下したわけでもねえ皇帝に八つ当たりのようにぶちまけたんだ。俺がもっと強けりゃあんな痛みなんざ抑え込めたはずだ。だが結局押し付けられた役割をまんまと果たしちまったわけだ。辞書だかなんだか知らねえが、クソみてえな予言をまんまなぞってな。好き勝手にてめえの思う通りに生きてきたつもりだった。だがハーメルの惨劇も、お袋との時間も、別れも、第二分校に七組に入ったのも、最初からあの場面に向かうために仕組まれた流れだったわけだ。笑えるざまだろ。ゼロや、もう話すことなんざね。役者が出番を終えたらもう舞台を降りるだけ。あとはこの場所でくたばれりゃそれで。終わってない！まだ何も終わってないよ、アッシュ。何ができるかなんてまだわからない。それでもみんな精一杯、今自分ができることをやってる。アリサさんたち、7組の先輩たちも、カイリ君もパブロ君もタチアナも、
トールズ卒業生のみんなだって。そんな時にあんただけ出番が残っていないなんて言わせない。だってあんたは私たち7組の一員でしょ。何が7組だ。こんなことになっちまった以上は変わらないと思います。何も。だって私たちはとっくに覚悟していますから。アッシュさんやあの人が背負ってしまったものを一緒に分かち合い支える覚悟を。お前が知ってるかは知らんが、今お前らの担任教官はピンチでな。帝国がおかしくなってるこの状況、黄昏ってのの引き金を引いたらしい。しかもヤバそうな状態のまま敵に拘束されてる。おまけ付きだ。それと比べたらお前なんかまだぬるいんじゃねえか。過去は変えられない。この悲しいハーメルのように。だが君が奇跡的に生き延びて導かれたことには意味があるはずだ。お母さんと出会って育まれて第二分校に入ったことだって、僕たちや教官と出会ったことだって、それが陛下を討つために仕組まれただけの流れだって。ふざけるな。君は本気でそう思っているのか。でもそれらが何の意味もない無駄なことだなんて思いたくはない。君だってそうなんじゃないか。だがそこに少しでもメリット以上の意味が見出せそうなら、7組特務課という集まりに君の居場所がありそうだったら、俺はその手伝いをしたい。ただそんな風に思っている。君が得てきたものと君にかけられていた呪いは別だ。そんな簡単なこともわからずに引きこもるなら勝手にすればいい。だがそのことに少しでも理不尽さを感じているのなら、君にそんなことをさせた何かへの怒りを少しでも感じているのなら、その何かが今は君ではなく教官を苦しめているのだとしたら、アッシュ、君が本当につけるべき落とし前は何だ。クルト君、確かにアッシュさんらしくないのは間違いありませんね。ああ、落とし前もつけずにやられっぱなしってことだからな。ずいぶん首相になったじゃねえか。どいつもこいつも
青臭すぎてヘドが出るっつうか、あの透かし野郎にどんだけ影響されてやがんだっつうの。それは否定しないけどね。でもアシュだって十分影響を受けてるんじゃない？ええ、ここに来ている時点で十分に青臭いのではないかと。そうだな、ラクウェルとどっちに行こうか迷ったのもあるが、アッシュ、そうか。てめえらの青臭さにほだされたわけじゃねえ。だが確かに落とし前をつける相手を見失ってたようだ。アッシュさん。青春しているようだね、学生諸君。こいつらは。ようやく見つけたよ、アッシュカーバイド君。他の7組諸君も一緒とは、さすが僕持っているじゃないか。なんだてめえら、どうして7組のことを。あのプロテクター、噂だけは聞いたことがあるぜ。結社が運用してるっつう強化良兵どもだったか。せっかくだから名乗らせてもらおうか。見食らう蛇、第06強化良兵連隊隊長のギルバート・スタインさ。幾数年の血の滲むような訓練を超え、今帝国の土を踏ませてもらおう。結社の戦闘部隊、リベールの異変でも現れた。データベースで見覚えがあります。それにしてはなんか小物っぽいけど。小物だと？これだから学生風情は。まあいい、用があるのは主に君だからね。皇帝暗殺未遂の実行犯くん。アッシュを捕まえに。君に表をうろうろされると都合の悪い方々がいらっしゃってね。お仲間ともどもおとなしく投降することをお勧めするよ。確か。だがこいつらは関係ねえ。できれば見逃しちゃくれねえか。アッシュさん、何を言ってるのよ。関係なくなって。ほほう、見かけによらず仲間思いじゃないか。まあ僕は寛大だからね、聞き届けてあげないこともないが。連隊長？いいのか、オーダーには反するな。心配するな。というかあの赤毛は厄介だ。かなりの凄腕らしいからな。なるほど、連隊長らしい。さあそうと決まれば手を挙げてこちらに来たまえ。ああ、今だ。よし、一旦引くぞ。この地形は不利だ。
入り口前の広場で迎え撃つ。了解。そういうことなら小細工を絶対に逃がすな。まあ、それでも名門士官学生か。不意打ちなんて汚いぞ。余裕ぶってランドルフに腰が引けてたのは分かってんだよ。悪いが今てめえらごときに捕まってやるわけにはいかねえ。本当の意味で落とし前をつけてやるためにも、それと俺に続くように下手打って捕まった間抜けを助けるためにもな。アッシュさん、ったくもう、すっかり調子を取り戻してんじゃないわよ。これが君の復帰戦だ。共に乗り越えるとしよう。はい、全員であの人の教官のもとにたどり着くために。何を青春っぽいやりとりを。ならば存分に味わうといい。かの影の国の試練を乗り越え、パワーアップした僕の実力を。へへへ、目に物見せてやる。トーン。行くぞ。始めるぞ。これ何だ。
開始だ。いいぜ。私の番ね。チャンス。行くぜ。叫べ。ラウンドウォリアー。行くぜ。さあ。ラウンド。僕の番だな。ラウンド。うひょー。お返しだ。恨み晴らさでおくべきか。ま。こんなもんかね。各種ステータスアップです。バカな戦闘力想定以上。赤毛もだが、この学生どもも学生って舐めないでよね。こちらも修羅場はくぐっている。勝負あったみたいだな。さーて、そんじゃあお楽しみタイムとしゃれ込むか。まずはてめえらの持ってる情報を洗いざらい吐いてもらうとして、人様の故郷を土足で踏み荒らしてくれた礼もしなくちゃな。どっちが悪役か分かりませんね。でも完全に本調子みたいね。ああ、これで。なんだか面白いことになってやがるな。え、あなたたちは西風の旅団か。はは、ここで再会できるとは思わへんかったな、赤い死神。新七組もようやく動き出していたというわけか。やれやれ、結社の部隊が動いているのは聞いてたが、まさか貸し合うとは思わなかったぜ。最強の両兵団がどうしてここに。まさか彼らの火星に来たのか。おお、そうなのかい。いや、偶然や偶然。雇い主同士は手を組んでいるが、改めてこの地の調査に来ただけでな。何？この地、黒煙のプレロマ層の。まあそういうことだ。どうやら当たりだったようだが。とはいえまだ時期じゃねえ。候補地くらいに考えておくか。時期？候補地って一体？よくわからねえが、別件って言うならどうして姿を現しやがった？あんたはそういう無駄をする玉じゃねえだろ、良平を。お前さんも段を抜けてから随分器がでかくなったもんだ。
バルデルも心残りはねえだろう。抜かせ。まさかとは思うが、こいつらとは別の意味でアッシュが狙いじゃねえだろうな。正解だ。アッシュカーバイド、西風の旅団に入らねえか。なあ、それは考えてもみい、ボンは皇帝を売ったんやで。いくら事情があったところで極刑は免れんやろ。だが我らの団に入ればそこはうやむやにさせられる。何せあらゆる裏技に通じた団長がいるからね。やっぱりか。昔から訳ありのクセ者ばかりを集めてたからまさかと思ったが。サラ嬢ちゃんじゃねえが、お前さんうちに向いてると思うぜ。その胆力、どう猛さ、頭の回転、どれも超一流。まあ、お仲間が迎えに来たことだし無理にとは言わないが、人はそう簡単にトラウマを乗り越えられるもんじゃねえ。強がって生きがった挙句に自分に飲み込まれちまうのが大半だ。お前さんもうすうす分かってんだろ。アッシュさん、ふざけんじゃないわよ。おじさん何を勝手なことを。さすがに最強の両兵だ。見透かしてくれるじゃねえか。ああそうだ、ただの強がりだ。本当は怖くてたまらねえ。だがよ、それでも男には強がらなくちゃならねえ時があるんだ。歯を食いしばっても、前を向いて張ってでも進まなきゃならねえ時が。ましてや同じチームの連れにここまで迎えに来させといて、てめえらを選ぶなんざかっこ悪い真似できるわけねえだろうが。はは、言うなボン。若いね。なら少し手伝ってやるか。言葉だけじゃまだ不安だろう。だったら胸を貸してやるよ。俺たちが勝ったらお前さんを気絶させてでも連れていく。どうだ、面白い賭けだと思わねえか。上等だ。ああもう話がむちゃくちゃすぎるけど。アッシュにとって、いや僕たちにも必要な一戦だ。全力でサポートします。ったく、さすが親父と同格の化け物っつうか罠使い。破壊獣も全力で行かせてもらうぜ。上等や。相手にとって不足なし。そんじゃ始めるか。トールズ7組にランドルフ、あがいてみせな。視力を尽くして。ジェノ、レオ、手心は加えんなよ。はは、了解や。元よりそのつもりだ。そらそら、未熟だ。よし、サンクス、ありがとうよ。
おうよ。ほら。助かります。俺の番だな。もらった。お返しだ。お返しだ。行くわよ。やありがとうよ。チャンスや。ドラー。お返しだ。まだまだだ。はよし。かけ。ラウンドウォリアー。行くぞ。派手に踊るとしようや。そら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 。お年目するにはまだ早いぜ。おれ。ベリアル。レイド。いい夢は見られたかよ。行くぞ。俺の番だな。チャンスだ。いただき。ガラ空きだぜ。打ち壊すぞ、レオ。了解だ。マジかよ。未熟だ。こんなところで。そらそら。ちっ、マジかよ。任されました。さてと。やっ、ほいっと。もう一つおまけや。くらえ、ダイナストスパイク。よっこいしょっと。吹き飛びな。私の番です。クライア。行くぜ。とどめだ。トールハンマー。体力低下。すみません。
気だぜ。もらった。お返しだ。およ。ほら。感謝します。ありがとうよ。任せろよ。お返しだ。しゃらくせ。お返しだ。行くぞ。やあ。ありがとうよ。私の番ね。かけ。ラウンドウォリアー。行くわよ。さて。バンだ。へえ、思った以上やな。なるほど、筋がいい。私の番ね。はあ、よーし、やーせい。ドラこれ、厄介ショット引き飛びな。お返しだ。俺の番だな。崩れたぜ。もらった。いいね、上がるじゃないか。ボンたち、まさか我らの攻めをしのぎきるとはな。やっぱり若いってない、おじさんには眩しすぎるぜ。だがまあ、こんなもんじゃまだ足りないんじゃねえか。まさか、ち、あれを呼ぶ気か。来な、ヴェクトール。お、あ、紫の鬼神か。で。ボンら相手に大人げなさすぎやないか。いや、そこまでではないだろう。ユウナ、アルティナ、任せて。ノワールシェイド解除。それがあったか。ああ、そしてどこまで食い下がれるか。でもやるしかないわね。ユウナさん、そちらは大丈夫ですか。タチアナ、パブロ君にカイリ君も。タチアナさんと合流してあれを緊急整備しました。速乾もええとこやけど、ブースターも準備完了や。ナイスタイミング。今すぐお願い、3人とも。いくで。主計家の腕の見せどころや。ブーストキャリア点火。ドライ、ツバイ、アイス、ヌル、
よっしゃ成功や。アッシュさん、キューナさんたち、どうか頑張ってください。行け、アッシュ。ユーボを頼む。あとはお願いします。任せるよ。ふふ、おせっかいもこれでしまいとしてやるか。このゼクトールにどこまで食い下がれるか見せてみな。余裕くれてんのも今のうちだ。行くぞ、ユナ。絶対に負けないんだから。さてと、どっからでもかかってきな。よし、任せろや。もらったぜ。うわー、ガラ空きだぜ。そうだそうだ。ほー、よし、俺の番だな。さて、くらえや。油断大敵ってな。私の番です。新規発動。
俺の番だな。ふっ、崩れたぜ。もらった。任せろや。崩れたぜ。合わせろ。任せて。もらった。ライオット。なかなかやるな。こんなもんか。よし、やったわ。アッシュ、大丈夫？誰に口聞いてやがる。この程度で。ユーナ、アッシュ。やはり2機がかりでも。いや、へえ。おいおい、マジかい。ゼムリアの武装によもや亀裂を入れるとは。よくやった、西風の諸君。さすがは噂の騎士、実力はとくと見せてもらったよ。さあ操縦士の二人、仲間の命が惜しくば投降したまえ。みんな、クソか。まさか造影を。うかつ。もう少し痛めつけとくべきだったかな。物粋の極みだな。チッ、さすがに黙らせるとするか。いや、必要ねえだろう。なんだ、気づいてたんだ。響け、ノクターンベル。なんだこの。行くよ。食らいなさい。そんなの。結社の強化両兵、身体能力はまあまあだけど、所詮は即席育成の戦闘員。改めて鍛え直してくるのね。フィーさんにエリオットさん。バレスタインもかよ。どうしてここに。他の地方に行ってたんじゃ。クロイ全集の得意点が結構あっさりと見つかってね。そのままレグラムを経由してフォローに来させてもらったんだ。ゼノ、レオ、そして団長、久しぶりだね。顔が見られなくて残念だけど。ひと月ぶりくらいか。あの一件で折れたかと思ったが、なんとか調子を取り戻したみたいだな。まあ、アッシュと同じくから元気だけど。でも私たちに力をくれた後輩たちに、リーンも、私たちの明日も絶対に諦めたりしない。フィー、ほんまに成長したな。父親冥利に尽きるってもんだ。
おせっかいもここまでにしとくか。最後におまけもあったことだし。ジャナフィー、7組にランドルフも、次やり合う時は戦争、存分にやり合うとしようじゃねえか。団長、ったく、どこまでもでかいおっさんだ。で、あんたたちはどうするの？ぎっく、まだ用があるなら改めて全力で相手をしよう。もちろん、ここにいる全員でね。今日のところはこのくらいにしておいてあげよう。だが覚えておくといい。次こそはこの僕、ギルバート・スタインの真の実力を思い知ることになると。というわけで撤収！いや！
お、ランクアップだな。ほらよ、こいつはご褒美。大変だったな、お疲れさん。Thank you.
ゲーム開始だよ。勝てたかな。さあ、ゲーム開始だよ。
とか勝てたかな。さあゲーム開始だよ。勝てたかな。さあゲーム開始だよ。
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 か勝てたかな。さあゲーム開始だよ。勝てたかな。さてと、thank you.
もっと買ってけっつうの。いいのが入ってんぞ。あ、もう終わりか。勝てたかな。さあ、ゲーム
ム開始だよ。勝てたかな。さあ、ゲーム開始だよ。
とか勝てたかな。さあゲーム開始だよ。勝てたかな。さあゲーム開始だよ。
とか勝てたかな。さあゲーム開始だよ。参りました。